おはようございます。寝起きで顔ギットギト、クレープの朝のテンションはこんなもんです。最近座ってメイクしたりお話しする動画が多かったので、今日はクレープの底辺クリエイターとしての Vlog 一日をお届けしたいと思います。そんなにすることもないんだけどね。今日今朝起きまして、クレープのパートナー T さんはすでに、会社に出勤していきました。今日は夜、ナルドさんのチーク、それの成分、フォーミュラが新しくなったのかな、確か。ちょっと正確な情報をお届けしますね。チークがアップグレードされたフォーミュラでパワーアップいたしますので、そこでブラッシュを体現した一夜限りのナーズナイトパーティーを開催することになりということですって。でしかもクレイジーホースを想起させるようなダンスパフォーマンスや DJ などいろいろコンテンツをしています。ゴールデンウィーク前に一足早く素敵な時間を過ごしていただけたら嬉しい限りですとのことです。今日は同伴 OK ということで誰か連れてって OK らしいんだけど、 T さん今日仕事の後夜予定があって一緒に来れないっていうことなので、一人で行くのかって思ってたんだけど、みんなと一緒に行こうと思います。それはね、動画の後半で様子をお届けできるかな。ちょっとこの画角を寝かしたいんだよね。レープの顔がイケてるように見える位置はね、ないかね。もうここなんかだよ。 If you get lonely, think of me. アイスコーヒーを作っていこうと思います。グレープはいつもエスプレッソ、エスプレッソのカプセル適当にアマゾンで買って T さんとシェアして飲んでます。今日はこの紫。みんなお家でコーヒーってどうやって飲んでんのかな。コーヒー好き？みんなちょっと頭おかしいと思われるかもしれないけど、グレープ毎日3杯ぐらいカフェイン中毒かもしれない。ステンレスカップに氷を入れて朝のビタミン剤などなどを飲みます。この美女マジでやばいね。いやもう朝なんてみんなこんなもんでしょう。違いますか？ベランダにね、ジェフリーのベッドを出してあげたんだけど、ジェフリーがベランダでゆっくりしてます。ちょっとアップにしてみんなに見せるね。ほんと可愛いんだけど、ジェフリー。昨日久しぶりにグレープのリールが100万回再生いって、なんかみんないろいろいいね残してくれたりポジティブなコメント残してくれてるから嬉しい限りです。まあ、そんだけ再生してもらうとさ、ポジティブなコメントだけじゃないよね。ビフォーアフターで何にも変わりが見えないんですけどみたいなコメントが意外に多かったり、エスプレッソのショットが入ったグラスにこのキッコーマンの特濃豆乳をちょっとだけ入れてきます。乾杯。チン。グレープの朝はまあコーヒー飲みながら朝ごはん何食べようかなとか考えつつ、 TikTok とリールを一通り見て、何が流行ってんのかな、どんな音源が来てんのかな、新しい K-POP のカムバあったかなとかっていうのを朝スマホいじって確認して、その日撮影したいこととかを頭でブレストしてます。グレープの家さ、学校が目の前なのね。だから小学生がみんな頑張れってグレープに声かけてくれてる。今日一日頑張れってことかな、グレープ。おはよう。よしよし。とってもいい子。そしてグレープの呼びかけに全く興味のないジェフリーさんです。お菓子あげようか。ジェフリーさんの最近お気に入りのジャーキー。まず朝ごはん食べてシャワー浴びて、ちょっとビジュをグレードアップしないとね。眉毛も今日ちょっと整えたいんだよね。朝ごはんは納豆。みんな納豆どのブランドが好き？グレープ絶対オカメ納豆なんだけど、なんかいろいろさ、ギミックの入った納豆多いじゃん最近。そういうのよりももう安定のオカメ納豆。オカメ納豆に絶大なる信頼を置いてます、味の面でね。優しい味。やっぱお米が最高一番。グループ結構モッパン見るのが好きでさ、人が食べてるのってすごい見ちゃうの。その中でも好みのタイプの食べ方と苦手なタイプの食べ方のタイプがすごい近いの。好みなタイプは多分ね、グループなんかうまくできるかわかんないけど、口閉じてるんだけど唇に力が入っていない食べ方、苦手なタイプの食べ方ね、モッパンの。噛んでる時に
ギュッて唇する人いない？グレープあれ苦手なんだよね、なんかうんっていう感じが苦手。唇に力入れる必要ないじゃん。唇に力を入れずに食べてる人を見るのが苦手っていう人もいると思うよ。グレープの逆でね苦手。最近グレープさん痩せましたかっていうコメントしてくれる方が多いの。グレープ体重いくつぐらいだったかな。身長177で体重が82とか3だったのね。 TikTok を始めた時今68キロなの。もうそろそろ2年ぐらい経つから TikTok 始めて2年間の間でゆっくり痩せてったって感じなんだけど、矯正したのが一番でかい。みんな顔しか見てないじゃん。顔の変化で体重減ったってことを気づいてくれてるんだけど、脂肪吸引とかはしてなくって、歯磨きするのがめんどくさいからまず間食が減った。グレープお菓子とかジャンクフードとか大好きだったんだけど、そういうのを食べる頻度が本当に減った。あとグレープなんかちょっと最近腸内環境をすごい気にしてて、納豆もそうじゃん、キムチもそうだけどさ、発酵食品っていうんだっけ、お腹を整えておくこと、たまに食べるお菓子とか揚げ物、勝手な想像ね、グレープのそういうものをたまに食べてもなんかあんまりお腹が悪い成分を吸収せずちゃんと流してくれる腸内環境。栄養士の免許とか持ってないし全く信憑性のない知識なので鵜呑みにしないでほしいんだけど、あんまりっていうか鵜呑みにしないで、すごい感覚で生きてますので、グレープ。あと T さんがベジタリアンだから一緒にご飯食べる時とかもビーガンレストランとか行くことも多いので、なんかそういうなんか毎日の一食一食の選択肢によって徐々に痩せてったって感じ。ダイエットしたい人も長期的に見て食生活直したり生活に運動を取り入れたりゆっくり痩せていくのが体のためにもいいと思うよ。こう夏に痩せたいとかみんな思うじゃん。年明けぐらいに夏までに6ヶ月で急にドンって痩せても体がびっくりしちゃうからさ、来年再来年の夏ぐらいをモチベーションにゆっくり頑張ろう、みんなで。そんな焦ることないよ。はい、上がりましたよ、シャワーから。もう散々キッチンでいろいろ撮った後に今更言うのかよって感じだけども、本当に最近グレープが思うこととか気になることとか、独り言でもみんなとなんか喋りたいみたいなことをブツ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 喋りながら生活のところどころ切り抜いてお届けしているだけなので、そんな動画でもよかったらぜひ見ていってください。髪の毛とスキンケアやっていくよ。今週ね、一昨日ぐらいかな、新宿伊勢丹の方に入っているシンピルテさん、みんな知ってる？このブランド、ヘアオイルとかすんごい可愛いこういうパッケージの商品展開してるんだけど、店頭に来て T さんとお買い物しに来ませんかって言ってくれたのね。でブランドの人がもう一個一個丁寧に商品のどういう成分が入ってるかとかいろいろ説明してくれて、いろいろ気になったのがあったからさ、それを使おうかなって思っているんだけど、キュアスキンスムーサー拭き取り化粧水、粉状の何かが入ってるから振って使うパターンのやつなんだけど、コットンに出して使ってくださいって言われたものの、コットンちょっと今用意がないので今日は使えない。ちょっと使います。あとね、このビタミン C ディープダイビング VC セラム、ネットで使ったら結構なんかいい感じのテクスチャーだったから使ってみようと思います。あとね、すごいこれは使ってみていいって思ったのがフェイススキンオイル。グリップオイルってあんまり使ったことなくて、唯一使ってたのがこのドランクエレファントさんのさ、オイル状保湿液ラグジュアリーフェイシャルオイルってやつ使ったことあるんだけど、これ以外使ったことなかったね。最近ちょっと新しいの欲しいなと思ってたところに、このシンピルテさんがフェイスオイル、フェイススキンオイル使ってたから、まずはこれを使ってオイルを顔に伸ばして、あースキンケアって気持ちいい。このフェイスオイルすごいいいね。なんかギトギト感があんまりなくって、あ浸透してくれてるって感じがするオイルです。シャワー浴びながらこれ話そうかなって思ってたんだけど、なんだっけ、あそう、英語について。グレープね、自分の英語に対してまあ割とコンプレックスがあるんですね。ペラペラかどうかって言われたら結構喋れる方だと思う。英語は結構喋れる方だと思うんだけど、まあネイティブにはなれません、グレープは。もうそりゃそうじゃん、だって生まれ育ったのが日本だしさ、大学生になる年から海外に行って英語学んで現地でもちょっと仕事して少し喋れるようになって帰ってきたけど、やっぱりイントネーションとかさ、発音とかさ、もう小さい頃からそれを身につけて育ってきた方々のようには喋れないなって自分の中で
って自己解決してるのね。だからまあ英語喋るときにこう噛んじゃったり単語間違えたり文法間違っちゃったりってするのをなんかもうあんまり気にしないのよ。伝わればいいや精神で。そういうノリでさ、英語を喋る動画を撮り TikTok に投稿するじゃないですか私が。でグレープもともと結構喋るの下手だから、日本語でもこうやって Vlog 撮ってでも同じ文章を何回も言い直すのね。なぜならすごい噛むし、自分のイントネーションがすごい気に食わなかったって時すごい言い直すのよ。言い直すのね。ほら、こんな感じで。英語でカメラに話しかけるときもそうなんだけど、人と英語で喋るって結構緊張しちゃうのね。喋れるとは思ってはいるものの、あ、噛まないようにしなきゃとか、グレープのアクセント、向こうに伝わるかなとかって一応心配しながら喋るわけ。で、伝わらなかったら、まあ、リピートして、言い方変えるとか、言い直すとかして、コミュニケーション取れるから、まあいいんだけど、やっぱりネイティブと、英語がセカンドランゲージの人との壁っていうのは感じてるわけ、ひしひしと。毎日ね。でもそういった英語の文章で動画をわざわざ投稿する背景、グレープの、ね、意図としては、グレープのようにネイティブに喋れなくっても、まあ、ある程度のコミュニケーションが取れればいいんだよっていうか、英語の勉強頑張ろう、あ、英語喋れるようになりたいって思ってくれる人がいたら、それはそれでさ、なんかプラスな方向に情報発信、メッセージ発信ができたかなってグレープは思うのね。でもね、インターネット上にやっぱりたくさんおまわりさんがいるんですよ。グレープさん英語できないですよ。イントネーションが英語のイントネーションじゃなさすぎて日本人のインド英語に聞こえた笑みたいな。そのコメントは正直おもろって思ったんだけど、どの国にも元々の言語があるから、その言語による英語のアクセントとかあるじゃない。インド人の人たちがインド人英語を喋ってる人たちのことを面白おかしくコメントってあんましないと思うんだよね。お笑いの場でインド人のアクセントを真似して笑いに取りに行くとかっていうのはあると思うの。なんだけど、例えばインド人アクセントを持ったインフルエンサーの動画コメント欄でインド人がなんか全然ネイティブな感じじゃないねとか、ネイティブとの比較ってあんましないと思うんだよね。その国独特のアクセントを持ちながら英語を喋っているクリエイターのコメント欄で同じ国の人たちがその人のアクセントについて指摘をしているコメントをグレープ見たことないのね。でもやっぱグレープ日本人じゃないですか。グレープの英語について突っ込んでくる人たちいるだろうなって思いながら投稿してたら、案の定日本人英語パトロールさんたちがグレープの英語について突っ込むわけよ。え、グレープさん英語喋れるんですか、どうやって練習したんですかとかっていう風にコメントしてくれる人のコメントに対して、このくらいの英語だったら勉強して喋る練習すればすぐ喋れるようになると思いますよとか、グレープの勉強方法を聞きたいだけなのに、ちょっと勉強すればって何？そのちょっと勉強するその勉強方法は何なのよってことを聞いてるわけじゃない。で、あえてそこでこのぐらいの英語だったらってつける必要ある？はぁ？って感じだよね。グレープは自分が完璧な英語が喋ってるとは思ってません。でも完璧な英語が喋れないからって英語でのコンテンツを取ることをやめますか？やめません。これお国柄のせいにしちゃいけないかもしれないんだけど、なんかお国柄なんじゃないかなって思っちゃったわけ今日。何なんだろうね。そういう発言を目にするから人目を気にしちゃって英語を喋る勇気が出ないって人がたくさんいると思うんだよね。もちろん人の目を気にしちゃうのはその人の目を気にしちゃう本人のせいでもあるよ。せいでもあるんだけど、一つの要因としてさ、そういったこのぐらいの英語だったらとか、グレープさん英語喋れませんよとか、遠回しに下手くそって言われてるって思ってるグレープもグレープで、それはただの被害妄想かもしれないんだけど、そういう風に捉えられない。だってどういう意図でそのコメントしてきてるのって感じじゃん。ちょっと熱くなって無駄に喋りすぎてさ、全然スキンケアのこと忘れてた。化粧水してからこのシンピュリテのディープダイビング VC セラム、結構サラサラなテクスチャーのビタミン C ですね。シンピューテさんのものは。で、日中のクリームはアビブさんの復活層クリームをちょっとつけて、日焼け止めはこの後塗ります。ニキビ跡とか所々あるんだけど、最近肌も調子いいんだよね。なんかあんまりガサガサ、ボツボツしてない。はい、今3、4本ほどメイク動画を撮って
でメイク完成しました。やっぱこの薄眉最近ハマってるの調子いいわ。撮影が終わるとデスクはこんな感じでカオス状態です。片付けなきゃ、直射日光が当たって商品ダメになっちゃうからね。今日イベント行く前に買い物したくって、いつもお世話になっている PR の方が最近お引越しをしたっていうことなんで、この子供たちの声が聞こえて、みんな私の声聞こえないかな。グレープの TikTok 動画でたまに、どうやってそんなにギフティングもらってるんですかっていうコメントがたまに来たりするんだけど、こういう情報発信をしている活動をしていると PR 会社の方々が DM をくださったりするんですね。でその中でもすごい良くしてくださっている方が最近引っ越しをしたっていうことで、素晴らしい機会をいただいたばっかだからさ、こういう時ぐらいなんかハウスウォーミングギフト、引っ越しおめでとうのギフトをあげたいなと思っていて、その方にも今日会う機会があるので、イベントに行く前に買い物を済まして行こうと思ってます。とりあえずなんかちょっと喉乾いたんで飲み物作って、ソファーでダラダラ編集しながら時間潰して、さっきジャンクフードとかさ、お菓子とか食べる回数が減りましたとか、なんか健康意識高い人みたいな発言してたけど、ジュースがね最近やめられなくって、ジュースっていうかコーラ、コカ・コーラがグレープ好きすぎて、ソフトドリンクで何が一番好きですかって言われたら多分コカ・コーラゼロなんだけど、ペプシも最近ハマっててさ、ビッグゼロ生ストックしてる。ダメだよね、これもやめないと。なんか痩せただけじゃなくってさ、ちょっといい体作りもしたいなと思ってるから、今 T さんに教えてもらいながらジムに行ってワークアウトして、でプロテインもさ飲んでんだけど、これソイ抹茶プロテインなのね。マジでまずい。プロテインって美味しいのないよね。なんなん。 T さんは結構これをゆっくり時間をかけて飲んでんだけど、なんかグレープ嫌すぎてもう一気に飲みたいんだけど、まずすぎて一気に飲めない。とりあえず 2,3 個編集して投稿の準備ができてるんだけど、1個今日インスタのリールに投稿するのを出かける前に終わらせたくって。でも時間あるかな、今何時だ、今もうそろそろ3時、イベントが7時なので、会場に行くまでにちょっと余裕を持って行動をしたいから、ここで編集してギリギリに家を出て会場にギリギリに着くよりも、会場近辺で歩ける距離のところでカフェかどっかで編集をして、時間が近づいたら行くっていう方が安全だよね。そっちの先方で行こう。マジでまずい。ジェフリーさんがね、普段お家の中でおしっこをしない犬様なので、おしっこを先に連れて行って向かおうと思います。ジェフリー、おしっこ、ジャンプ。はい、普段こんなに飛びついてこないんですが、外に行くってなったらジャンプして飛びついてきます。ジェフリーさん行こっか。え、用を足してるとこ動画撮られるの嫌か。ジェフリー、ジェフ、おう、オッケー、グッバイ、かわいい。家出た時のアウトフィットが嫌すぎて家に帰って着替えて、今買い物をあちこちで済ませて会場近くに来ました。メイク直ししつつ編集しつつ時間を潰そうと思います。
ただいまです。お家に帰ってきました。会場が竹芝にあるレストラン、バーみたいなところだったんだけど、初めて行ったんだけど、なんかすごい雰囲気のあるところでかっこよかったよ。いろんなパフォーマンスとかもやってました。今回のイベントがチークだね。22年ぶりにフルリニューアルしたんだって。色がたくさんあったんだけど、その中から2色選ばせていただいて、本当はね920番のセックスアピールっていう色が欲しかったんだけど、人気で売り切れっていうことだったので、900番ビヘイブと778番オーガズムエッジっていう色をいただいてきた。会場でつけてチークつけてもらったんだけど、会場でつけたのはセックスアピールなんだよね。人気だったみたいで、帰る頃にはもうないですって言われて、ぶち上げなのがブラシまでつけてくれたんだよね。ナーズ様のチーク用ブラシつけていただけるとか、噛みすぎない？このツヤ感すごくない？粒子がすごく細かくなったから粉っぽくなくってすごい肌なじみがいいんだって。繊細なフォーミュラが内側からにじみ出るようなシアーな発色を叶えます。シームレスな仕上がりと軽く心地よい使用感が長続き。パーレセントピグメントによる光の反射効果で毛穴や色ムラなど気になるあらをぼかし、肌をより美しく見せます。だっていただいた色をみんなさんに今ここでちょっとつけてみせるね。ちなみに T さんはまだお友達と遊んでるのから帰ってきてないです。これがオーガズムエッジっていう色ですね。案件とかではございませんので、ナーズさんから案件をもらえるようなビッグなインフルエンサー YouTuber にいつかはなりたいですね。この色は公式の説明によるとマットピーチピンク、オーガズムのピーチピンクを新しく解釈してモダンなマットフィニッシュに仕上げたんだって。筆もちろん1個しかないから片方でオーガズムエッジをつけてきますね。ほっぺたもついてるからここにつけてみようか。みんなに色がわかるように。どう？わかります？色結構なんかふんわりな色づき。あ、そうでもないね。ちゃんと色ついてるね。へえ、なんか綺麗な色だね。対して900番のビヘイブがこちら、マットピンクモーブ。最高の振る舞いを。一見礼儀正しいようでいてハッと意表をつく抜け感のあるピンクシェードです。ワードセンスがあるよね。お気に入りチークになる気がするな。わかる？この色味好きかも。イベント帰りのこの肌の上に乗せてみんなに伝わるかがわからないけど、色の違いはこんな感じです。今鏡で見てきたんだけど、オーガズムエッジの方がピンクみ赤み強くって、ビヘイブの方がほんとモーブピンクって感じ。ちょっとくすんだ感じの日焼けルックにもすごい使える、両方とも使えるね感じの色で好みです。何よりもなんか色の付き方と粉の質感がすごいいい。ナーズさんいい仕事してますね。この2色おすすめするならビヘイブかな。普段使いはこちら。ちょっと明るさとピンクさが欲しいときはオーガズメンチにするって感じかな。新発売6月7日に発売になるそうなので、気になる方は皆さんぜひ店頭でご覧いただければと思います。6月7日新発売って結構じゃあ早い段階でのお披露目だったんだね。編集やら撮影やら買い物やらあっちこっち歩き回ってたら食べるのを忘れてましたので、ちょっとさっきセブンでコンビニおにぎりとか買ってきたんでそれを食べます。本当グレープの一日、なんかあんまり大した出来事もなくて、こんな Vlog でいいんだろうかって感じですけれども、野菜スティック、セブンの野菜スティック好きなんだよね。インフルエンサー的な活動をし始めてから約2年ぐらい経ったのかな、経ったんだけど、今まで呼んでいただいたイベントの中でも今回のナーズさんのイベントは、うわ、なんか美容系インフルエンサーが集まるインフルエンサーイベントっていうのをすごい感じた。グループが今まで行ってきたイベントって自分の時間が決まってて、何時から何時の枠みたいな感じで行って話聞いて写真撮影とか動画撮影とかして帰るみたいな感じが多かったのかな。そう考えると今回は普段自分が TikTok 使ってて見るようなインフルエンサーさんの方たちがたくさん会場にいて、グレープ SNS 大好きだからさ、結構いろんな人見てるんだけど、まあ、本物がいるっていう感じ。内心すごい芸能人を見てる気分でキャッキャしてた一人で。
でもすごい恥ずかしいから、一方的に知ってる人とかがいてもこう挨拶しに行って、いつも動画見てますかっていうのすごい恥ずかしいんだよね。マネージャーさんが紹介してくれた方とか、あとはもう本当にありがたいんですけれども、グレープが知ってた人が向こうから寄ってきてくれて、見てますみたいな、いやいやこちらこそずっと見てましたよみたいな感じのコミュニケーションがやっとそこで取れるようになるんだけど、こういう活動してるからもうちょっとさ、人見知りどうのこうの言ってないでさ、自分からこう話しかけられるようなメンタル作り上げていかなきゃダメだよね。こういう行事になれる日は来るんだろうか。野菜うまっ。グレープセブンの豚汁大好き。おにぎり、紅鮭買ってきた。もう料理する元気ないから、コンビニ弁当で済まさせていただいて。うん。Tさんいつ帰ってくるんだろう。ジェフリーがめっちゃ寂しそう。皆様どんな一週間でしたか？ぜひコメント欄で今週あった嬉しかったこと、嫌だったこと、悲しかったことなどなど、ぜひ。教えてください。グレープの今週悲しかったこと一つ、自分に幻滅したことは、会社員辞めたじゃないですか。グレープすごいリアルなトークなんだけど、事務所に所属はするものの、会社員を辞めて自分でいろいろやっていかなきゃいけないじゃん。いついつまでに支払いをしなきゃいけないみたいな案件が一個あったんですよ。案件じゃない、振り込みが必要なことがあって一個。それの振り込み期日が4月の29日だと思ってたの。そしたら実は4月の19日で、グレープさん、お金期日までに振り込めてないですよ、みたいな。期限付きの振り込みってさ、できなきゃさ、大人として。めっちゃ恥ずかしいじゃん。それに落ち込んだって話。でも今週あって嬉しかった話は、グレープ TikTok のフォロワーが確か13万ぐらいで、一回止まってたんですよ。どういったコンテンツ配信したらもっといろんな人に見てもらえるのかなーとか思って、最終答え出てないんだけど、今週週の頭の方になんと15万人達成することができて、その後も投稿した動画がなんかみんなに見てもらうことができて、あっという間に16万2千人まで今伸びてくれたんだよね。で、それの影響もあってか、インスタグラムの方も伸びて、ずっと2万人台で止まってたんだけど、3万人になって、だと思ったら3万5千人になってくれて、今日本の方々はもちろん、海外の方とかも見てくれたのかな。コメント欄にいっぱいコメントしてくれて、もちろんこうポジティブじゃないコメントも何個かあったりはするんだけど、大半がすごいポジティブだから、その面ではすごいグレープ動画配信しててよかったなって思えるような一週間でございました。はい、それでは皆さん、最後までこんなグダグダ Vlog を見ていただき誠にありがとうございました。少しでも楽しかったとか思っていただけたら、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いしますね。あともう少しでグレープ YouTube のチャンネル登録者2万人に行きそうなので、目標はもちろんまず最初10万人達成っていうところではありますが、まあ、でも焦らずゆっくり配信はしていこうと思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。それでは皆さん、今週も最後までご視聴いただきありがとうございました。で、来週も動画頑張って撮影するから見てね。バイ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 。